わかるよね。サキとノリリンのスピリチュアルレイディオ聞かないとチンダミするよ。あっちゃめ。神様は俺様、幸せの案内人サキこと宮崎孝則と、はい、神様に可愛がられている琉球霊視スピリチュアルカウンセラーの宮崎のりこでお送りいたします。はい、うん、本日9月11日3時半になりました。さて天気の方はいかがでしょうかね。天気の方 晴れてんじゃない、晴れてんじゃないじゃなくて外見りゃわかるでしょうみたいな、ね、感じでございますか。ちょっと今ね、うん、外の様子がわからないところで、お送りしておりますので、そうですね、いつもとは違う環境になっておりますが、はい、ということでですね、うん、先週もお話ししたようにですね、本日のテーマは猫。そうなんですよ、はい、結構スピ系の人って猫好きが多いですよね。そうですね、あのジブリの映画の中でも猫っていうのがね結構よく出てきますからですね、まあ、黒い猫、黒猫ね、うん、あの黒猫の単語なんていうのありましたけど、懐かしい、あの懐かしいなんて言ってると今聞いてる人たちのほとんどは何だろうって言ってるかもしれないですね。黒猫の単語ね、黒猫の単語ですね、その世代ですからね我々ね。小学校の時にも大ヒットしたあの歌ってた、みんな知ってるんじゃないの歌ね。いや多分あれ今40歳ぐらいの人知らないんじゃないですか、黒猫の単語ね。黒猫の単語、かなりセンセーショナルな歌詞ですけどね、うん、ということで本日は猫、はい、猫ちゃんのことについて、お送りしていきたいと思います。ということでですね、本日はこのまま、CM を挟まず行ってしまうかという感じでございますが、はいはい、先週の、放送ですがね、一つ言い忘れてたことがありましたね。大事なこと、大事なこと、先週ちょうど1周年だったと。8月の終わりにはね、来週1周年ですけど、時計の見方から時間配分から何何どうなってるのって言っていた、なんか全て忘れてましたけどもそうか、なんか思い返してみてもいいかも。1週間経ったらね、思い出したという、ね、あすごい偉い偉い、先週1週だったのが、うん、ね、祝1周年ということで、まあ遅れて本日1周年、はい、おめでとうございますということでですね、パチ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 ということで、はい、お送りしたいと思いますが、はい、まあ、猫ちゃん、はい、ね、あのね、毎朝、まあ、朝早く起きてこうアラハビーチの方をね、あのウォーキングしてるんですけれども、そこでね、耳のね先っぽをカットされた猫ちゃんたちにね、あれ桜キャットって言うんですかね、あ桜猫、うん、去勢して、はい、ね、ね、あのハサミが入ったのはみんな桜キャット、桜キャット おしゃれな言い方で言えば、はい、桜キャット、もうそう、あの猫ちゃんたちに出会いながらこう行くんですけど、最初の方はね、ちょっと白と茶色の子がいて、で それから 50m ぐらい行くと黒と白のソックスをね履いたようなねこう猫ちゃんたちの群れがいて、でそれからその先に行くと、キジトラちゃんたちがいて、でその先に行くと、ね、なんか品がある、なんていうんだろう、あのおしゃれキャットみたいなね、ディズニーのね、うん、ちょっと高級な感じのね、高級な感じの猫ちゃんたちのグループがいて、うん、あ面白いですよね、うん、似た感じのが固まってるというか、固まっていて兄弟なんだろうか、そうそう、ね、それがね結構 100m ぐらいの間にこう微妙なこの間隔を空けながら、うん、そうなんですよ、佇んでいるというかね、はい、でそこで毎朝ちゃんとご飯をあげに来るご夫妻がいてね、その人たちが来るともう猫ちゃんたちがすごいですよね、どこからともなくうわーっと出てくるのよね、がっついて食べてるやつからね、ゆっくり食べるやつ、そう、猫によっても性格が違うんだけど、うんうん、そうやって毎日こう猫ちゃんたちがいて、今日そしたら新入りちゃんがいてね、あれ初めて見ましたよね、そうそう、それで今日猫ちゃんの話したいなって思っちゃったのよ生後6ヶ月ぐらい、うん、
ね、そうなんですよ。まだそんなに大きくないけど、まあ、ちょっと大きくなりかけみたいなね、うん、まだ桜キャットじゃないので、うん、新入りちゃんがどこからともなくただ非常に人懐っこ いとても人懐っこくって、あとね毛並みがね綺麗なグレーでね、目がすごかったですね、うん、まん丸な目で、そう可愛い顔しててね、思わずうちの子なるあれジブリキャットみたいな感じのね、うちに先住猫ちゃんがいて、で、まあ、その子も保護猫ちゃんなんだけどね、なんかあん保護猫ちゃんで、まあ、猫2匹どうなんだろうと思うんですよね。仲良くなれたらいいんだけどね、なかなかこの年が離れてるとね、すごく面倒見るか逆にやっちゃうかどっちかっていう話を聞いたことあるんですけどね。あ、そうなんだ。もう勝手になんか似てるから仲良くなれると思っちゃう。うち来るかうち来るかってずっと言ってたけどね、犬もいるから ねなかなかお世話が大変でございますが、そう今日ねそのグレーの猫ちゃんと初めて会ったんで、猫とね、うん、出会った時っていうスピリチュアルメッセージをね、詳しくねあのお話聞きたい感じですけども、ねね、したいなと思ったの、はい、うん、どんな感じなんでしょうね。その結構でもあれですね、魔女系の人っていうのは猫好きっていう人多い。魔女系って何？魔女系ま前世が魔女だった人ということで、そうね、あのそのね魔女っていう人が実はその魔女だって、ヨーロッパのね、うん、中世のヨーロッパ時代に魔女だったって言って魔女狩りがあったとか、うんうんうん、いろんな歴史の背景があるんだけ ど、その人たちっていうのが何万人っていらしたわけよ、うん、まあ、たくさんね、そうそう、あの焼かれちゃったっていう話を聞いてますけどね。もうね、いろんな拷問にあったっていうこともあるんだけど、大体、うん、ね、アロマ系ですとか、はいはいはい、こういうヒーラー系とか、はい、そういった方たちの前世はほとんど魔女の経験があると。なるほど、ほうきに乗っていた。ほうきにね、乗れたらいいのよ。それがね、この系の人もいるわけよ。なるほど。ということはレレレのおじさんも魔女系なのかもしれないですね。前世がほうきを、ほうきをもうレレレのレって、レレレのおじさんのことも知らないわけかも。だってあのレレレのおじさんは知ってるでしょ、いくら再放送何回か知ってるから、うん、天才バカボン何度も何度もあのやってますから、うんうん、今話があっち行っちゃったけどちょっと戻すけどいや結構魔女系じゃないですか多分レレレのおじさんも、うんちょっとごめん吹き出した。レレレのおじさんなかなかね言うことがねスピリチュアルでね、あ、そうそう、いいこと言うんですよ。これまた仏教から来てるからやっぱものすごく深いね、うんうん、天才バカボンちゃんなんですけど、すいませんねちょっと戻しますかじゃあ私なんか吹き出しちゃった。そうだから魔女系の人たちもすごく多くて、うん、そのお友達がやっぱ猫ちゃんであった。なるほど、うんうん、寄り添ってたのが猫。そう、犬ではなく犬もいたと思うけど、うん、どっちかっていうと猫が多いってことですかね。そうですね。なるほどなるほど。でそのね猫ちゃんっていうのはあの猫がねこうやってわーって近づいてくるとき、うんうんうん、猫が近づいてくるときっていうのはね、うんうん、どういう時かっていうと、うん、疲れてるときなんて。人間の方が、人間が疲れてると猫が近づいてきて癒してくれるの。癒してくれる。で、ね、なるほど。そうそう。でそれをね顔とかペッとかねこうやってペッってやりながらピッて行かれるとこの人は元気なのよ。だけどこうやってゴロゴロ言いながらペロペロとかってやってると、うん、あすごい気疲れしてるとか体力的に落ちてる時にそうやって猫にそういう風にされるとね、うん、実は癒されていく。バロメーターということですかね、うん、なんかありがたいでしょ。だから猫がブワーって近づいてくるってことはすごい疲れてるかもしれない。じゃああれですね、なんかあの宜野湾海浜公園とかでもいっぱいいるじゃないですか。はいはい、います猫のこと ね猫がね、うん、あれ時々こう見てるとたくさんの猫にこう囲まれてるおじさんとかいますけどなんか寂しいとか疲れがあるんじゃないかしら。疲れてるおじさんってことなんですかね一応猫ちゃんはそうやってヒーリング能力があるのでまあそれはもうあの朝のウォーキング見てると分かりますよね、うん、いかついおじさんがこの猫をねずっとこうね写メ撮ってるとかねもうね会話してますからねあのいかついおじちゃん、おじさんね、うん、まあ、もうだからあの姿もし来てたらやばいですけどね今ねあれは俺のことじゃねえかみたいな、あの人見てると、うん、いい人なんだろうなって見える。まあおそらく
です、ね、猫好き、ずっと座り込んでね、猫好きって言って、あの姿を見てると、あの風貌で歩いてると格闘技系かなとか、そういう風に見えるけど、うん、あの猫と会話して、猫をすごい可愛がってるよ、ちょっと違う業界の人かなって、うん、ね、雰囲気かもしれないですけど、絶対いい人でしょうってやっぱり思っちゃうから、ね、やっぱそれぐらいね、猫ちゃん知ってますからね、顔が変わってますよね猫見るときに、外人のいかつい人もよくあのいますけど、ね、みんなちょっとね癒されたいんですよ。なるほど、うん、じゃあ、 あの猫ちゃんが寄ってくるときというのは、うん、自分が疲れてるときかもしれないと。そうそう、 でそれをね、あ、じゃあお邪魔だって言って向こうにこう押しやるんじゃなくって、うん、こう癒されちゃってください、いらっしゃい、そう、受け入れてやっていくと、うん、実はこの疲れが取れていくっていうことが経験してみると分かると思うんですよ。うーん、面白いですね。で、何かその猫ちゃんっていうのは能力的なものとかも備えてるんでしょうかね、うん、あ、そうなんですよ、だからね、自信予知とか、あ、そういうのはない、まあ、動物はねやっぱ第六感があるから、そういうのは私たち人間よりも、うん、こういち早くキャッチするとは言われてますけれども、なんか飼われている家族の猫ちゃんだと、はい、そういうのはなかなかこう地震来るよと教えてくれないと思うワンちゃんもね。でもあれですよね、ノラとこの飼い猫ってやっぱ違いますよね、うん、全然違う、やっぱね厳しさが違うというかね、うん、やっぱりそんな部分はあると思うんですけども、うんうん、ええ、なるほど。でもね、やっぱりノラちゃんでもね、本当にまあでもあの公園とかにいるノラはみんなあの餌もらいすぎてんじゃねえかっていうぐらいもらってる気がしますけどね。残してるもんね、入れ替わり立ち替わり、いろんな人がね開けちゃったりするからね、あの餌のこういう袋をね、うん、持って歩いてね、猫がいるたんびにこう時間差で来ちゃったりしてね、うん、実はもう食べた後なのにまた来て食っちゃってるみたいな、ね、そんなこともよくありますけど、ね、まんまるちゃんだからね、あのアルハビーチの猫ちゃんたちも、うん、でも痩せてんのも時々いますね、あの靴下履いてる猫ちゃんたちは細い ねあれなんかありつけてないんじゃないかなとは思いますかね、体質なんですかね、やっぱね猫の世界にあっても、結構ね散歩してると女性が猫可愛がってるっていう雰囲気じゃなくてね、意外とねいかついおっさんが多いですね、いかつい系がねなぜか多いというね、みんな可愛がってるねだからそこの猫ちゃんたち幸せだよね、幸せもんですよね、まあ、あとはあの CM の後にちょっと行ってみましょうかね、はい、はい、あい、このどら焼きなんね、ケーキみたいさ、だ食べてみよう、あい、まあさ、あんたもどうね、食べると思わず笑顔がこぼれる、お祝い事や贈り物にも喜ばれる、ワカフェのどかのオリジナル和心スイーツ、浦添市港川ワカフェのどか、腰痛、肩こり、姿勢改善専門、佐藤式リンパケア沖縄、宜野湾海浜公園近く、アイランドジャムまで。お問い合わせは 098-898-5730 まで。あい、このどら焼きなんね、ケーキみたいさ、なあ食べてみよう、あい、まあさ、あんたもどうね、食べると思わず笑顔がこぼれる、お祝い事や贈り物にも喜ばれる、ワカフェのどかのオリジナル和心スイーツ、浦添市港川ワカフェのどか。腰痛、肩こり、姿勢改善専門、佐藤式リンパケア沖縄、宜野湾海浜公園近く、アイランドジャムまで。お問い合わせは 098-898-5730 まで。はい、ということでですね、ね、結構男性も猫好きが多いよって、うん、だからそういう時って寄ってくる時っていうのは疲れをね、うん、猫ちゃん癒してくれて、うん、なるほど、で前世で魔女レレレのおじさんもそうだけどまあその可能性があるということで、うんうん、まあ、猫好きか犬好きかで分かれたりしますけどもね、うん、私両方家族だから、うん、うちの息子ちゃんなので、うんうんうん、猫好き犬好きかはちょっと分からないんだけど、意外とこう猫好きは猫が好き、あ、そりゃ犬好きは犬が好きっていうくくりですけども、あ、まあまあそこはそれで、まあ、置いといていただいて、もうちょっとその猫について詳しく教えていただけませんか、ごめ
ごめん、ちょっと話さなきゃね。あのね、あの猫、こういう猫と会ったら幸運だよっていう、あの選手のサインもある、幸運サインじゃないけ ど、あの猫のしっぽちゃんがね、こうやって鍵みたいにこうやって曲がってる子、はい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 、そういう子と出会うと、うん、こうやっぱり幸運が舞い降りてくる。なるほどね。いろいろね、あのもっさもさの毛だったりとか、尻尾がないのとか、あ、そうそうそう、いろんな種類いますからね、猫もね。猫ってこう外歩くときってこうやってアンテナみたいに尻尾をこう立てて歩いてるでしょ、うんうんうん、その尻尾が鍵型。なるほど、うんうん、鍵型に注意ってことですね、うん、扉をね開けるんだって、その子が。なるほど、鍵型の猫探せ。あ、そうね、かわいそう、ね、何か次のステージに上がりたいときは。うん、だけどあとね、ほら猫が顔を洗うと、うん、よく言うのが雨が降るとか、ね、あ、よく昔からね言われてますね、それがね。あとね、自分の家の前に、うん、玄関とかお庭に、うん、野良猫ちゃんが来ると、うん、結構お年寄りってうんちされたら臭いからって、うん、イエーって言って追い出しちゃうけど、ね、はい、実はこちらもお金が舞い込んでくる、うん、なるほど。じゃあ、一応席を用意しておいてやるとね猫席、よくうちの前にも野良猫来てますよ。あのね、一応ブサイクちゃんって呼ばれてるのがいるんですけど名前かわいそうでしょ、ブサイクって言うんだけど、どうしてかっていうと、なんかシャムっぽい感じなのに、そう、なぜかブサイクな顔してるっていうね、ぺちゃんって潰れてるのよね、うん、だからブサイクって言うんで、それを私まで受け継いで、ブサイク今日来てたよとかで、しかもですね、うん、しょっちゅう妊娠してるっていう、また子供が可愛いんだよね。で、いつの間にか子供が消えているっていうね、不思議な猫がいるんですけど、うん、と向かいの2軒目の家の子みたいな感じだけどね、まあそこをねじろにしてるっていう感じじゃないでしょうかね、うんうんうん、でね、そうそうそう、はい、だから玄関にいたらこうお金が入ってくるよって、お金のサインいうことで見逃さないようにって、ね、うんうん、でそのブチャイクがうちの玄関にね、よくいるんですあっち行けって追い払っちゃいましたけどね。ダメじゃん、ダメじゃん、やっちゃいけないことをしてたってことですねダメじゃん、だから名前もブチャイクじゃない方がいいよでもあの近づいていくと、あのブチャイクちゃん、男の女の子ですね、ねえ、に逃げちゃうのよね、やっぱり、まあ、あんまり可愛がられてないのか、まあまあ、でも結構居座ったりしてますよ。あ、そうなんだ、うん、うんうん、うちのね、ミミと仲良しだから、ミミスケとね仲良しで、ミミスケはブサイクじゃん、ブサイクって遊ぶために家をさって抜け出すからね、それで2人で遊んでたりするのよね、もう不思議な関係ですけどもね猫縄張りがあるから面白いですよね、なかなかね、猫の世界厳しい世界ですからね、うん、であと周回してるでしょ時々、うんうん、夜中にね、うん、はい、あれも何話してるんだろうってね、まあ、いろいろとあの会議してるんでしょうね、どこになんか新しい新参者がやってきたからちょっと締めに行こうかとかね、うん、あと あそこんちは餌いいよとか餌いいのくれるよ、あそこはあんまりこのこう無限にされないからみんな行った方がいいぞとかね、そう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 、いろいろあるとは思うんですが、あとねなかなかね、うん、いそうでいないのが三毛猫ちゃん、あ、三色の三毛猫って昔からこのすごい幸運のあれですよね、確かね、うん、そうそう、白に黒に薄い焦げ茶みたいな、あん、違うか、山吹色、メスが生まれなくてオスだけだし、じゃなくてオスが希少、あ、オスが希少ってことなのかな、うんうんうん、だからあそこのアラハの猫道もいないよね、三毛猫ちゃん、いないけど高級そうなのは結構ね 2,3 匹いるけど、あの高級そうな子たちはね、なんかあれ多分外人さんが置いてっちゃったんじゃないかなって感じのね、言ってましたね、うんうんうん、だけどあの程よい距離を保ってじゃあ常に気品が感じられるまあかなりねそんな感じもいたしますが、うん、だから三毛猫ちゃんも商売繁盛だってこの子たちが来た、なるほど、だから、ま、招き猫ちゃんって真っ白に見えるけど実は三毛猫、そう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 、あれでもドラえもんも猫だよね、ドラえもんいいね、あれドラえもんって猫型ロボットだ、そうそう、耳がなくなっちゃう、本物の猫じゃないんだね、うん、なるほどなるほど、ドラえもん、ドラえもん欲しいね、
みんな欲しいよ。ドラえもんのび太くんが一番羨ましいと思ってるじゃない。まあ猫型ロボットっていうことで、うん、AI 化がね進みますから。はい。はい。もう今日もうその話で朝からすごかったのね。あこんなに全部管理本当はされていたっていうことに聞くとね、未来から来たね猫型ロボットですけども、はい、まあ、あのなんですかね、猫に小判とかねいろんな話がありますけど、うんうんうん、そう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 、猫に小判やってもあんまり意味がないよっていう意味でしたっけ、うん、そうです。その割にはあの招き猫に小判を持ってるっていうね、不思議だなと思うけど、うん、小判を連れてくるんだよね招き猫ちゃんは。ねえねえねえ、なんかね、でも猫もいろいろ金の招き猫とかねいろんなのがありますけども、何色がいいんでしょうかね。まあ、三毛猫がいい。三毛猫はこう本当商売繁盛、金運を引き寄せるっていうことで、まあだから皆さんのお家にもし商売されてる方なんかね、白のあの招き猫あったら、うん、ぜひ色を塗っといてください。三色にね。三色にブチでね、三毛猫っていう感じにしていただけるとよろしいんではないかと思います。招き猫はね、だからあれよ、ブチャイクも今度から追い払わないように玄関前にいたらですね。だけどまあ餌とかやっちゃうとね、いつくからね。餌はやってないけどね、餌はやっちゃいけないね、うん、ああいうのねそうだね。だからね、猫ちゃんも本当に疲れを取ってくれたりとかいろんなメッセージをねくれる存在なので、なるほど、大事にしていきたいということでございます。猫好きにはもうたまらないよね、あのアラハのあの猫街道は。猫街道なかなかすごいネーミングですけどねだって何十匹、元部のそば街道に匹敵するぐらいの、ね、猫街道じゃあみんな俺可愛いじゃない、ほんと全然違う子たちが家族になってね。また不思議と、でもあそこの猫、うん、あんまり喧嘩してないですもんね。平和だね、平和な感じ、まあ、縄文時代じゃないかみたいな感じですけどね、うんうんうん、ちゃんとテリトリーがあって、あんまりあの相手のところまで入っていかない、いかない、ね、だって怪我してる子たちがいないもんね、喧嘩してないよね、うん、でも今日のあの出会ったどうして猫の話をしようかなって思ったこのグレーのね、グレコ、グレコちゃんはあの怪我してましたね。まあ多分新参者だから、あのやられたんでしょうね、耳もカプカプされてて、鼻のところにも傷があって尻尾がね取れてる感じがね、そうだからね、あいろいろあるんだなと思ってはい、まだか彼か彼女かわからないですけども、あのグレコちゃんね、うーん、餌にありつけたんでしょうかっていう感じですか。あんなに人懐っこよく、もしかして飼われてたんじゃないのかなって、まあそんな感じもしますけどね、なんかはぐれちゃったのか、そう、ね、未だにずっと気になって まあ来週ぐらいにはね、はい、またそのグレコちゃんもね登場するかもしれませんけど、そうですね、はい、うん、という感じでございます。はい、今日の幸せメッセージのコーナーに行ってもよろしいですかね。そうですね、今日はですね、はい、残念ながらちょっと故障しておりまして、うんうんうん、いきなり今日の幸せメッセージのコーナー、はい、行ってみましょうか。はい、はい、うん、どうぞ。あ、猫をね何にしようかな猫好きに悪い人はいないよ。あ、いいねそれ。今日のそう、そこで見る人たちって本当にいかつい人たちが多いんだけど、アラハの方だからか分かんないけどやっぱり体鍛えてる人たちが多いのかな朝出会う人たちね、まあ、体鍛えてる感じでも なんかこの人を見た目で判断してはいけないっていつも思うんですけども、うん、どうも違う業界の人のような感じの雰囲気を醸し出してる人に限ってこの猫ちゃんの前でデレデレしている。そうだからね、本当にそれを見るとね、みんないい人そうに見えるのよ。まあ、今日の幸せメッセージですが、はい、猫好きには悪い人はいない。はい、ということで、ワンちゃん好きの人また次回ということですけどねあ、絶対ないですよ、ワンちゃんも大好きですよはい。まあそういう感じでございます
果、猫のお話いかがでしたでしょうかね。なかなか参考になるようなことがあるので、聞いててあれと思った方は YouTube の方でですね、後ほどまたアップされますので、はい、そちらの方を聞いて見ていただいて、あ、こんな時が猫のメッセージなんだなと書き留めておいていただくとよろしいかなとは思います。はい、本日の18時から22時までワカフェのどかさんで21世紀型スナックムーミン営業いたしております。ナビの方は浦添市港川 2-10-9 電話は 098-975-5323 まで、はい、098-975-5323 まで。楽曲の提供は夢ミュージックさんより CD ドリーマーズの中から使わせていただいております。お求めになりたい方は、のどかさんの方で取り扱ってますのでいらしていただければと思います。はい、お待ちしています。はい、うん、ではまた来週。はい、引き続き FM 小田さんお聞きください。さよなら。さよなら。大丈夫私